はい、今回も始めていこうと思います。今回は、紅白歌合戦の出場歌手が決まったということで、まあ私自身はそこまで紅白歌合戦というよりは、ガキツカというか、ダウンタウンのお二方とね、あと、って感じでね、いつも見てるわけですけれども、今回はね、紅白歌合戦に関して、私が思うことについて述べていこうと思います。一口で、言ってしまえばね、時代になかなか、紅白歌合戦っていうのが、合わなくなってきてるのかなということに関して言おうと思います。最近の紅白歌合戦って実はそこまで数値は悪くないそうでして、そこまで、世間で言われているほど、その紅白歌合戦がダメなのかっていうと、そんなこともなくて、意外とうまくやってる、とは思いますね。ただ、そんなに紅白歌合戦がそこまで頑張る必要があるのかなっていうのが、そもそもの私の疑問なんですよね。というのは、やっぱり、みんな好みが多様化してきている中、そしてさらには、やっぱりね、世間的には、今までは紅白歌合戦って言ったら、若い世代が見ているとかね、そういうイメージも強かったりとか、いうのもあるし、やっぱりその、いうのもあるし、今ね、この少子高齢化の中で、どうしても、やっぱ高齢者目線の番組にしないといけないというところもあって、やっぱりその辺でやっぱ葛藤してると思うんですよね。数年前に和田アキ子さんがずっと出てたのにいなくなってしまったとか、落選したりとか、そういうのもあったりとか、いろいろ、そういうふうに、いろいろ調整はしようとしてるんだと思うんですけど、若者とか、30歳、40歳、50歳ぐらいを取り入れようというところも見えるし、演歌歌手とかね、それぞれビッグネームの歌手さんを入れて、石川さゆりさんとか、いろいろ入れて、その維持しようという、のも見えるわけですけれども、やっぱり、難しくなってきてるのかなと。やっぱりね、みんながこう、同じテレビを見るというね、サザエさんの家のような、テーブルのようなね、家も少ないわけですし、みんなもうね、それぞれの部屋で勝手にご飯を食べたりとか、そういうの孤食とか言ったりするそうですけど、最近ね、家庭科でそういう風になったりとかしますけれども、孤食、孤独の子に食と書いたりとかして、それぞれ、個人的にやると。やっぱりだんだんそういう風に、悲しいかな、そういう風になってきてるというわけなんですよね。その中で、やっぱ僕みたいな、ちょっと、大晦日は笑って過ごしたいっていう人はね、ガキツカとか選択肢はあるわけですけれど、やっぱりもっと、なんて言うんだろう、他のテレビ局、昔はね、レコード大賞とかいう風にあったという風には聞いてますけれども、やっぱその途中でなんかその、淘汰されたというかね、やっぱりその、淘汰されてしまったっていうのもあるかもしれませんけれども、やっぱその、切磋琢磨してほしいなと、もっとその、紅白を、NHK は別に紅白で別にそこまで視聴率稼がなくていいだろうし、やっぱ NHK もちょっと無理しすぎかなっていうのはあると思うんですよね。やっぱ NHK は、それなりにいい、そこまで視聴率気にせずに紅白はね、そこそこのものを提供できればいいんじゃないか。別にそこまで、その NHK だけがそんなね、負担受けなくてもいいし、もういろいろ、それぞれ、好きなものが違いますから、もうこんだけ多様化してきた、アニメとかもね、だいぶ、メインストリーム、主流な文化として認められつつありますけれども、やっぱその中でもアイドルが好きな人もいるし、別にね、その、ジャーニーズが好きな人もいるし、女性のアイドルが好きな人もいるし、そういう中で、どうなんだろうな、って。なかなかこれをね、一緒にこう見るというのが難しいので、それぞれの局でこう分かれてやっていけばいいのになというふうに思うんですけどね。確かにその、そういう、その、どの世代も見られる番組っていうのはね、実現しうるのかもしれませんけれども、やっぱこの音楽という好みの分かれるものにおいて世代間でいろいろ違いが出てきたりとか、
同じ世代でもだいぶ好みの違いがあるわけですから、これを一緒に見るというのはかなり難しい試みではないかな。もう今の現代では多様性が叫ばれるこの世の中において、なかなかこれは難しいのかなと。多様性というか、そのどん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 こういろんな好みの多様化が進んでいくね、さまざまなニーズに応えうるこのような世の中になった、まあ、昔は多分良かったと思うんですよね。特定のアイドル、そこにアニメも広がってなかったし、まあ、特定のアイドルをこう歌合戦出せば、あ、まあそれなりに視聴率も取れるしね、まあそれなりの歌詞を出せば、あ、まあ大体もうお決まりっていうかね、大体、まあ、テレビに出てる歌詞とかをねこう連れてくれれば、あ、まあ紅白としては成立したんですけれども、今こんだけねネットの社会とかね、ネットの世界とかも誰でもこう YouTuber になれる時代とかね、もうこんなもうなんかもう好みが多様化しすぎるというか、もうほんと細かいこのニッチなねこうところにみんなが集中したりとかね、そういう感じで、もうだんだん趣味っていうのがもうこう難しくなってきてる。こうやっぱ紅白歌合戦の NHK の方も大変だと思うんですよね、今回ね。まあ攻めることもできないし、だからもう NHK だけがそう頑張るのをやめて、もうそれぞれのね、まあ、例えば、まあ、朝日放送、朝日テレビが、やっぱな、そのなんか、アニソンのね、紅白歌合戦やってもいいしね、いろいろあるんじゃないですかね。アイドル、男性アイドルと、女性アイドル、女性アイドルだけで、こう、紅白歌合戦するとかね、もう、勝負形式とかいらないと思うんですよね。点数で競い合うって言ったって、何を基準に競ってるのかよくわかんないしね、あれね。もう多分成立しないんじゃないですか。もうなんか白組が勝ってるっていうのは、多分もうなんかそのジャニーズを見てる人がやっぱ熱心でね、やっぱ男性のこうアイドルを見てる人よりも多いのかなっていうのもあるし、やっぱその難しい、勝てないしね、その勝負をやっても意味ないんですよね。なんでもうこれからはもうそれぞれのニーズに応えたようなチャンネルやっていくとかね、もっといろいろあり方があっていいというふうに僕は思います。まあね、いろいろ模索していくべきなんじゃないかな。ただの紅白歌合戦なんですけどね。まあ、ただみんなでこう、大晦日を迎えられるっていうのは確かに面白いことなんで、この文化は続けたいというのはありますけれども、そのやり方はいろいろやり方があるのかなというふうに僕は思います。皆さんはね、まあ、AKB が全員落ちてしまって、まあでも何とか坂っていうのは多かった、あったり、まあ、今後も出続けるということなんでね。まあ、僕は、まあ、鈴木雅之さんが今回、紅白歌合戦出るってことで、僕結構楽しみにしてるんですけど、まあ、そのとこだけ見ようかなと。で、まあ、ほとんどガキ使おうを見続けるというようなことになるかもしれないですけど、まあ、皆さん、どういうふうに、まあ、今年のね、大晦日楽しむのかっていうのを、ぜひともコメント欄の方に、もし寄せていただけると嬉しいなと。あと、ツイッターの方にもコメントを、まあ、も出してくれるといいかなというふうに思います。まあ、今年はね、もしかしたら大晦日、ライブ配信もやるかもしれませんけれども、まあね、もしかしたら結構真面目に、真面目というか、ちょっと、ふざけるかもしれませんけど、まあちょっとやろうかなというふうに思ってますので、皆さん、もしよければ、当チャンネルの方にも、目を配っていただくといいなというふうに思っております。まあ今回はこれぐらいにしようと思います。以上でした。どうも。